で、これ最後にしますね。これが最後になります。この人の読んで今日の問答は終わりますね。ちなみにこの人はね、実は前回の問答の終わった日にね、送ってきたんだよね。だから次回の問答で扱ってほしいなと思ったんだろうけど、その日で一旦問答終わりだったから、まあ4ヶ月ぐらいかな、放置する形になっちゃって、ちょっとね、かわいそうなことしたなと思うんだけど。あ、まあでも、もし次があれば、ちょっとね、この質問というか、相談には乗りたいなと思ってたんで、取り扱います。はじめまして、恥ずかしながら最近まで梅原さんの存在を知らず、CR カップで初めて拝見し、その後切り抜きや講演会などでとても素晴らしいお話をされている姿を見ました。漠然とした悩み相談をさせていただきます。私は今25歳なんですが、幼少期から精神的かつ肉体的な虐待を受けて育ちました。当たり前の愛情をもらえず育ったため、愛情を他へ求めるようになりました。中学生になる頃から援助交際などで年上の男性を探し、家に帰りたくない思いから知らない男性と一晩を過ごす生活を送っていました。もちろん出会う人の中に怖い人もいて、こんな生活はやめたいと思った時、信頼できる先生に虐待のこと、援助交際のことを相談したのですが、まともに取り合ってもらえず、学校中に私の良くない噂だけが広まってしまい、中学3年生の頃に不登校になりました。その後不登校の子でも行けるような高校に通い、その高校が私の肌に合って活発的になり、学級委員長や勉強の成績もぐんぐん良くなりました。しかしその裏では、家に帰らず男性の家に入り浸る毎日を過ごしていました。みんなが私とお友達になってくれても、私は周りと違う、普通じゃない、かっこ悪い意味で、と思っていました。勉強はとても好きだったので、進路を決める頃には、先生から大学への進学を勧められ、私ももっと勉強したかったので、親に頭を下げたのですが、話を聞いてもらえず、殴られてしまい、お前に使う金はないと言われました。奨学金も考えたのですが、親が許してくれないので無理でした。先生が食い下がってくれて三者面談をしたのですが、親ははっきりと、こいつは役立たずだから早く職に就かせて家に金を入れてもらう、それが育ててやった恩義だと言いました。その時に私の中で何かが壊れた音がしました。どうせ高校に通っても意味ないと感じ、家出してすぐに夜職を始めました。それから漠然と毎日を生きているのですが、結局私は一生幸せになれないのかと絶望して、生きている意味が、分からなくなりました。体を汚して生きてきたこと、好きとか愛を全く知らないこと、親への恨みが一生消えないこと、やりたいことをできなかったこと。大人になれば全ては自己責任で自業自得だと言われればそれまでですが、私は25歳になった今、人生で一番絶望しています。息をしているだけの人形のような気がします。親から殴られても、大人に裏切られても、本気で死にたいと思わなかったのに、今漠然とずっと死にたいと考えてしまいます。こういう話を誰かに相談するのは初めてなので、お目汚ししてしまったら申し訳ございません。何かアドバイスいただけると嬉しいです。汚く拙い文章で申し訳、ございませんでした。はい。という感じで、なかなかその、まあ大変な状況、人生だった人ですね、うん、で送ってきてくれたのはね、確か4ヶ月前ぐらいだから、そうね、もしかするとね、まあ、そもそもねこういう状態になる時ってあれなんですよ、なんかねきっかけがあると思うんだ。例えばそうだな、なんかまあ単純にショックなことがありましたとか、逆になんかその誕生日を迎えましたとか、あとはなんか仕事が一段落しましたとか、仕事で大きなミスをしましたとか、なんかきっかけがあったと思う気がする。ここまでの、虚無感を感じる時っていうのはね、うん。で、俺もそういう経験あって、なんかそれまでずっとストレス感じてるんだけども、今これをやんなきゃいけないっていうその緊張感とかで、集中力で、なんとかその抑えつけておける、その自分の、ストレス、まあ痛み止めを打って動いてるような状況で、でもそれがある時、そのひょっとした瞬間にこう集中力が切れて、ブワーってその
それまで我慢してたものが押し寄せてくるっていうことはね、俺も経験があるんで、まあ、もちろんこの人ほどの状態ではないけども、まあ、多分そういう状況だったんじゃないのかなっていう気が。で、ただそれはね、やっぱ時間とともにある程度緩和するもんなんで、まあ今はね、この送ってきてくれた当時はきつかったと思うけど、4ヶ月経ってるから、そこまで、辛い状況じゃないのかもしれない。ないのかもしれないんだけど、うん、まあ根本的な問題、この書いてくれてる4つの部分、体を汚して生きてきた、好きとか愛を知らない、親への恨みが一生消えない、やりたいことできない、この4つの部分が、まあおそらくね、根本的な問題だと思ってるんだと思うし、まあでそれはね、まあ、解決できてればいいんだけども、うん、まあできてないんじゃないかと思うから、まあそこをちょっと助言できれば、まあこれがね、過去の傷で、そこにちょっと絆創膏貼るぐらいの感じになっちゃうかもしれないけども、まあ、できればいいかなと思っております。まあおそらく地頭がいい人なんだろうね。うん、別居はしなかったというか、できなかった、できないというか、したくてもできない状況があったけども、まあもともと地頭はいい人だったんだろうし、うん、だからね、これ普通なかなかできないんですよ。この問答をね、たくさん使っててわかるんだけど、ここまでね、その自分がなぜ今絶望してるのかっていうことを分析して、整理して、送ってきてくれる人っていないっす。なので、結構、まあ、頭がいい人だなと思う、正直。で、この4つの問題を、後ろから、解決していこうかなと思ってます。やりたいことっていうところから順に、後ろから順にね、解決して解決というか、まあ、俺なりの捉え方をね、していこうかなと。で、まずこのやりたいことできなかったっていうことで言うと、まあ、おそらく勉強っていうことかな。大学に行きたかったとか、そういうことだよね、多分ね。で、もしかしたら、なりたい職業もあったのかもしれない。大学に行くことでしかなれない職業。まあ、どんな職業があるかわかんないけど、まあ、そういう目標があったのかもしれないね。で、ただそれに関して言うと、別に、今からでも、そういうっていうことはないと思うけどね。まあ、何になりたいか知らないけど、年齢制限がある仕事ってそんなになくないか？うん。まあ、これは、あなたが勉強をしたことした上で、大学に行った上で何かをしたいんだという、前提で話すことになっちゃうけども、年齢制限がある仕事っていうのはそんなにないような気がするから、だから今から大学入ったりっていうことはできると思う。うん。で、けど、そんな出遅れて、普通の人たちが18、19で大学行って、で卒業してそこから、ね、こう新入社員で働いてっていうのがと比べて自分はちょっと惨めじゃないかって思うかもしれないけど思うかもしれないけどっていうか思うとしたらだけど俺はさまあ最近俺のこと知ったっていうか知らないかもしれないけどこの仕事に就いたのは29歳なんですよ。ね、プロゲーマーっていうものになったのは29歳。で今はもう20代前半とかでプロになるのが普通だし普通っていうか珍しくないし人によっては18歳とかでプロになる人もいると。で、俺は、だから29って言うとだいぶ遅いんだよ。まあ当時いなかったからね、プロゲーム。うん、だから遅いも早いもないんだけど、まあ29歳でプロになって、で、どうですか ?29 歳でプロになった俺を見て、ハンデを抱えてるなぁと感じたり、なんか、どうねえなぁって思ったりするのかって話。ね。遠回りしたら遠回りしたでさ、できることがあるし、まあ身につく経験考えっていうのもあるし、うん、18歳でもし俺がプロになってたら今こうやって相談に乗ることはできてないからさ君たちは、うん、だから悪いことばっかじゃないっていうか、うん、むしろ俺は味のある人生だなと思うけど、ね、何をやりたいのか知らないけどだから本気でやりたいんだったら今からでも遅くないんじゃないですかっていうことがまずこのねやりたいことができなかったうん、まだ別に人生終わってないんだからやればいいじゃんって思うね。で、はい、親への恨みが一生消えないこと。で、これは、まあ、このモンドでよく来る、親と仲悪いんです問題だよね。なので、まあ、でもこの手の問題扱うときに、毎度思うこととしては、俺は実感ができないんだよね。うちがそういう家庭じゃなかったからね。
家族仲が悪くなかったら親の恨みが一生消えないとか親が嫌いだっていう人の気持ちに本当に寄り添うというか、それを実感してあるよっていうふうに言ってあげることはできない。で、じゃあどうしようかなって考えた時に、俺が尊敬する、師匠がいるんです。あなたはわからないかもしれないけども、ちょいちょい配信とかでも登場している私の師匠がいて。で、その人は、俺が出会った人、他人では、一番優しい人間ですね。僕の見立てが間違ってなければ、一番優しい人間。だから尊敬してるんですね、その人のことは。で、ところがですね、ところがというか、その人に、一回飲んだ時にね、こういうこと言ってた。それはどういうことかっていうと、俺にとって一番大事なのは、何々だ。別に嫁さんなんだ。結婚して子供もいるんだけど、俺にとって何々。嫁さんの名前。で、そうなんですね。なんでです?親よりですかって言った。親より大事だ。いや、でもさすがに子供だったら子供じゃないですか。子供より大事だ。で、当時俺はこれはね、すごくびっくりした。意外だったの。っていうのは、誰に対しても優しいし、当然、当たり前だけど、親にも、親孝行というか、親にももちろん、親も大事にしてるし、子供にもめちゃくちゃ優しいわけよ。当然、その友達とかにも優しくて。っていう人なんだけども、でも俺は一番大事なのは、〇〇っていう、嫁さんの名前を言ったときに、すごい意外だった。なんでですかって。それはね、なんで俺はそういうふうに意外と思うかっていうと、うちはほら、結局親が、嫌な親、悪い親じゃなかったから、で、子供の時からさ、俺たちは、お前とかその、お姉さんね、うちの姉ちゃんとか、のためだったら平気で死ねると。喜んで死ねるということを言われてきたのよ。で、もう本当だと思う。本当に死ぬと思う。で、そういう環境で育ったから、俺も多分子供のためだったら死ねるんだよ。と思える。それぐらいね、血のつながりみたいなものが、特別に思えちゃうんだよね。そういう環境で育ったんだ。だから、言うたら、親や子供って血のつながりがあるけど、嫁さんって他人じゃないですか。その他人が一番大事っていうのは、俺、ピンとこなかったんだよね。これは俺が家庭、そういう家庭環境で育ったからなっていうのは、わかるんだけど、今。で、すごい意外で。で、なんでって聞いた。そしたら、親っつうのは、親っつうのは勝手にいたやつが、ちょっと口悪いんだけど、めちゃくちゃ優しい人だからね。あえて、ちょっと乱暴な、口調だけど、それはちょっと察して聞いてほしいんだけど、親ってのは最初に勝手にいたやつだと。で、子供だって、どんなやつが生まれてくるかわかんないと。つまり、運だっつうことだよね。どんな親が生まれてくるか、そして子供だって気が合うかどうかなんかわかんない。全然気が合わねえとか、全然、人間として許せてるやつが生まれて、教育はできるけど、生まれてくることだって。でも、嫁さんだけは、俺の人生だろって。俺が決めた相手だろって。俺の人生の経験から俺が選んだ相手。それが俺にとって一番大事なのは当たり前だろって言ってて。当時はね、それでもピンとこなかった。どうかなって思ったんだけど、あなたのこの相談に乗って、親への恨みかって考えたときに、あっって思って。俺がピンとこないのは、親とか家族に対しての恨みとかそういうものが一切ない。家族で苦労したことないからそう思うんだな。もし、そういう、もうどうにも自分の力でどうにもならない環境が、自分にとってあんまり好ましくないものだったら、俺もそういうふうに思ったかもなって、思ったんだよね。で、その時に、同時に、ちょっと冷たいような気もしたんだよ。お前が一番大事だよって。ちょっと冷たいな気がしたんだけど、逆だなって。むしろさ、お前可愛がってやるな、育ててやる、金かけてやる、でも、俺の後継げよとか、将来面倒見ろよとか、家に金入れろよっていうさ、親がたくさんいるわけじゃん。それに比べりゃさ、
お前が一人前になるまで育ってる。だけど、俺は俺の人生を生きるし、俺にとって一番大事なのは、お前らのお母さんだし、お前らはお前らの人生生きるっていう方が、すげえな、すがすがしいし気持ちいいし、なんかそっちの方が愛があるなと思って、育ててやるから、私たちの役に立ちなさいってのはさ、愛じゃねえじゃん。執着じゃん、ただ。だから、さすがやっぱり、師匠はちげえなーなんて思ったけど、なんかすごくね、力強い考え方だなって、今なら覚える。から、俺は多分そういう風に、そういう考えに一生なんないと思うんだけどね。俺は俺の環境で生きてきたから、俺がそういう考えになることはないけども、あなたもそういう風に考えてみたらどうだろうか、というのが俺からの助言。うん。別に、親なんて勝手に最初にいたやつなんだからさ。ねえ、こんだけひでえ。いや、わかんないけど、多分、ひでえ親だと思うよ。だから、家出したところから自分の人生ぐらいに思ってた。うん、でそういう風に思って生きるのはどうだろう。まだ若いから、ここまで割り切るのは難しいかもしれないけど。俺はあの考え方はね、今はね、結構かっこいいなと思うようになりました。で、好きとか愛を全く知らない。という部分がね。はい。で、まあ親が、暴力も振るうし、精神的な優しさみたいなものもないと。っていうのは非常に大きいでしょう。で、ただそれだけじゃない。うん、これは親の問題もあるけども、これまでの生き方だね。うん。だから中学生ぐらいの時から、まあ、あなたは、まあ、今に至るまでかな。こう、愛情というか、心をね、お金に変えてきて生きた、一個変えて生きてきたんだよね。うん。だから、ずっと、まあ、若い時は、援助交際か。で、夜になったら、まあ、夜食っていうことだから、自分の好意とか、優しさとか、笑顔っていうのは全部その、お金に結びつけていたんだと思うんです。で、そういうことをすると、優しくする、人に優しくするときは、お金のためっていう方程式になっちゃう。で、そういう相手には、そういう人が寄ってくる。当然。純粋な優しさではなく見返りを求める優しさを相手も向けてくる。で、そういう風に生きてると心はすさむ。空っぽになる。それは俺も経験ある。麻雀時代に、やっぱり、正直お客さんがさ、金に見えちゃうんだよ。どうしても。うん、しょうがない。だから、まあ一種の職業病みたいな部分もあると思う。それはね。まずは、人に優しくする。うん、でそれは見返りを求めないですね。だからまず最初は、簡単なところからやるといいかもしれない。例えば、子供、ちっちゃい子供とか老人とか、まあ動物でもいいけどさ、まあ、親切にしたり、こうニコって微笑みかけたり撫でてあげたりとかさ。でその人たちはあなたにそれでお金を払うことはないからね、見返りを求めない優しさでしょ、優しさや親切さでしょ、うん、でそうやってちょっとずつそういうことをやっていくと、こう心にね変化が出ると。でそうするとまあ表情が柔らかくなったり物腰がね柔らかくなったりして、うん、こう変化が出てくるってね自分の中に。そうするとこれまであんまりいい人が周りにいなかったと思うんだけど、ここに変化が出てくる。人間関係に。金とかさ、まあ、そのあなたの体を目当てにしてとかっていう人ではない、あなたの人間性を見て、寄ってくる人たちの、まあそういうコミュニティが出来上がっていく。俺も似たような、経験があるから、俺は結構ね、自信を持って言えるけど、まずは自分が、変わること。自分から無償の優しさや親切さや愛情っていうのを人に与えるっていうところから始めると、まあすぐにとはいかないかもしれないけど、徐々にね、良くなっていくんです。で、最後かな。まあ3つ来たからね。体を汚して生きてきた。これなんでこういう順番で読んだかというと、まあおそらくだけど、やっぱりこの部分が一番、こう、あなたの、まあ自己肯定感を下げてんじゃないのかなと思った。知らんけどさ。本当はそんなことないかもしれないけど、まあ俺はそんな気がした。結局これが一番引っかかってんじゃねえかな。これはね、おそらくだけども、親がね、暴力を振るうとか、あとはその、まあ、よその人に優しさを求めるとか、まあ、そういうふうに書いてあったし、
まあ事実そうなんだろうけども、もう一つのね、要因が俺はあると思う。で、それは、まあおそらくだけども、まあそういうふうに書いてないけども、まあ十中八九そうだろうと思う部分で、まあ貧困問題。家が貧乏だったでしょう。まず間違いなく。で、本人自覚してるかしてないかわかんないけど、無意識のうちにね、貧乏からなるべく遠ざかろうというね、行動をしてしまうんだと。だから、お金に変え、ちょっとお金のいい仕事もしてるし、若い時から、自分のそういう体をお金に変えてたんだと。それはね、ものすごく貧乏が怖いんだと。まあこれはちょっと初めて話す話なんだけど、昔ね、もう何年も前、何年も本当に前だけど、まあ、その彼女のね、当時の彼女の実家に招かれるっていう。で、まあ、あなたの家ほどじゃないんだけども、まあ、そういう、まあ、暴力を振る親だったらしくて、で、金もないという感じで、まあ、金もないし、まあ、昔はその暴力を振るっていう親らしいんだけども、まあ、招かれるってことがあったんだ。家に。向こうのメンバーは、向こうの両親と、あとは、姉と、姉はシングルマザー。ここで、息子2人、中学生と小学校高学年ぐらい、息子2人が来ますよ、と。で、実際に行って、で、今日はその、居酒屋を予約してるって言われたわけ。ね。で、そっか。俺気になったんだけどさ。ちょっと待ってよ。7人だって。そんな高いとこじゃないと思うけど。金借りてさ、娘に金借りてるような、だから、で、お姉さんも生活保護を受けてるっていうから、あるんかって。でも、まあ普通は招かれた側が、落ちそうになるけど、いや、もしよければ、俺、気遣いながら、その、なんか飯食うの嫌だから、払うぜって言ったんだけど、どっちでもいいんじゃないみたいな感じで、歯切れが悪くてさ。これで、いや、どっちでもいいったって、金ないだろって。金ないんだったら、払うよって。なんかどっちでも、なまあ自分の親のことだから恥ずかしかったの。あ、と思って、なんか、歯切れ悪い空気読んで。はい、じゃあ俺が出すから、俺が出すって、まあ適当な理由つけて、適当な口実をつけて、そういうふうに伝えといてって。まあなんか、普段世話、お世話になってるんで、ここは僕が出しますみたいな感じで、向こうが、あ、そうですかって言いやすいさ、あれでやっといてくれって言ったの。だから分かった、つって。で、いざ行きました。なら、向こうの両親、お姉さん、で、息子、二人。で、こっちも二人。で、あ、どうもどうも、始めまして。ほんで、じゃあ、なんか食べましょうかって話をするんだけど、あ、私たちは、もう、お腹いっぱい、お腹減ってないんでっていうわけ、向こうの両親はね。あ、そらそろか。まあ遠慮するわな、ね。思ったから、その息子二人の方にさ、食べなって。もう好きなの食べなって言ったの。たら、こう、ちょっとこう微妙な笑顔、笑ってるんだけど、兄弟で顔見合わせてさ、みたいな。頼んでいいのかなみたいな感じになったっけ。あれと思って。何？いいよ？なんか好きなの食べなっつって。なんかないの食べたいの？言ってんだけど、なんかこう、顔見合わせてるわけ。で、おらーと思って。これ言ってねえんだと思ったわけ。俺が今日払うって言ってない。だから、おそらくいつもまあしつけられてんでしょ？そういう外食じゃんないっぱい食べちゃダメとかさ。金ねえから。で、それ見たときにさ、これと、こういう世界があるんだなと思って、俺のさ、中でさ、じいちゃん、おばあちゃん、で、子供、で、親ってなったら、子供がさ、これ食いたい、これ食いたいってギャー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 騒いでさ、ファミレスとかの話よ。で、それをさ、じいちゃん、おばあちゃんが、いいよいいよ、好きなもの食べなとかって言って、それをさ、親がたしなめてダメですよって、なんかこう、ちゃんと押し付けなきゃとかって言ってんのが俺の中でのさ、その、じいちゃんおばあちゃんとか子供の行く飯なのよ。この知ってる。でこの子供がこんなに空気読んで何にも注文しねえってなんだこれと思って。もう
伝われと思って、いいんだよ食べていいんだよって、もうでもそこでさ、いや俺が払うからともう言えねえらしいからってね、送ってさ、何食べてもいいんだよってなんとなくしてみこうって言って、じゃあ唐揚げとか言って、いいねとか言って、なんかこう注文してった。でもまあ普段のしつけがあるから、やっぱそれでもね、あんまり注文はねしなかった。その時に、で俺株価結構ショックだったんだよ。部下と考えて、いや俺ね、なんだかんだその雑草みたいなね、雑草から嫌がったみたいなさ、どっか俺頑張ったなーみたいに思ってるところもあったけど、んだ思い違いだったなって思ったの。そのね、そういうの目の当たりにして、そもそもんなプロゲーマーどころかさ、そんな土俵にも上がれてない子供とかさ、家庭環境ってあるんだなって、だから大きなさ夢、じゃあ僕は将来こういう職業に就くんだとかさ、思えないでしょ、ね、まずは考えるのはさ、とりあえず卒業したら働こうかなとかさ、いやわかんないけどね、家に金入れなきゃなとかさ、そんなことで手一杯じゃん。こういう現実があるんだなと思って、ね、すごいとんでもない思い違いしたなって。しかもそれに加えてさ、君とか、あとはその前で話をした品川か、品川って名前じゃないけどね、まあ毎日の飢えを満たすために、そのスーパーで万引きしたりとか、米を万引きしたりとかさ、その親から逃げるために、でなんとか誰かに優しくしてもらいたくてね、でまああとはお金の問題もあると思うんだけど、援助交際してって、誰が責めれるよそれを。それが、いや、良くないことは良くないことでしょうとかって言うやついるんだったら、俺は言いたい。お前同じ環境で育ってみろって。同じ環境、同じ地獄を味わってから、そういう、ね、理屈は言えと思う。それぐらいやっぱりね、まともなね、判断ができない。しかも、みんな、右も左もわかんねえ。女子中学生だよ。で、しかもさ、このままじゃいけないと思って、信用してた先生に相談したんだけど、まあ結局力になるところが落とし物になったわけでしょ。教育者じゃねえと思うよこんなの。俺は力にもなんねえ、落とし物してんだから、ね、当時の解決方法として、もちろん中学生だったから右も左も分かんなかったんだけど、まあ援助交際っていうのはいい解決方法ではなかったと思う。まあでももうそれはね、もう実践勉強したからもう間違わないから大丈夫だよ。そう、でもまあ俺はそういう風に思うけどね。あなたはすごくそれを気にかけてると思うけど、責めれるやつっているのって、本当に同じ環境になってそれでも同じこと言えるかなって俺は思うけどね、だから別に、俺は全然、そういうあなたを責めるような気持ちにはなんない、感性にはなんないね。で、まあ大体そんなとこだけども、アドバイスは。で、まあ取り返しのつかないようなね、人生を送ってきたと思ってるかもしれないけど、まあ全然そんなことない。むしろね、人生これからなのよ。もう25だっけ ?6 だっけでしょ、まだ若いもんね。25なんつうのはね、もうね、もう人生つうか、まあ曲でいいやさ。まあ、歌い出してもいないぐらいよ。ね、ちゃんちゃらちゃんちゃらってまだイントロ流れてるぐらいのもんよ。まだ25なんて。で、まあちょっと、イントロ部分暗かったかもしんないけどさ。まあ、俺はほら、その、なんだ、初めから明るい曲よりもさ、出だしが暗くてさ、サビで大盛り上がりする曲の方が好きなのよ。だからまあ、あなたの人生もそういう風になるといいよね。だしできると思うよ。まだまだこれからね。サビで大盛り上がりする人生になる、なると思うよ。で、ちょっと4ヶ月遅くなって、まあもう平気、もう立ち直ってるかもしれないけど、一応ね、読んであげたいなと思った。